はい、えー、どうも皆さんこんにちは勇気の棋士紹介シリーズ、えー、こんなですね、えー、戦法を聞いたことがないでしょうか角田流空中戦法、まあ、これは著本というかですね、えー、小説にしたものなんですけども、えー、その角田流空中戦法この角田流空中戦法は別名角田流ひねり飛車と呼ばれる技法があるんですけども 今回紹介させていただきますのはこの角田流ひねりびしはこの角田というのは一体誰なのかそう今回紹介させていただく角田三雄八段でございます角田先生岸番号が13番ということで岸番号が比較的若い方ということになります 騎士、えー、番号が振られたのがね、えー、大正時代に入って以降ということになりますので、えー、まあもですね、えー、この君先生の門下ということでまあ君先生自体はね、えー 君先生、九段はね騎士、えー、番号というのはこうなまだなかった時代なので棋、えー、あの君先生にはあ番号はないんですがそのお弟子さんたち大野先生とかですね、えー、増田先生や大山先生はですね、えー 岸番号をしっかり行っているということで、えー、まあ大体この時代のあたりからまあ岸番号はもらえるようにはなったんですね。で、その中で13番ということで、えー、まあ一応この関西出身ということでね、えー、鳥取県のですね、佐伯郡岸本町というところで、 えー、西白郡、えー、岸本町で現在のですね、えー、宝紀町というところで、えー、生まれております公紺、えー、次郎九段門下ということで公、えー、先生のもと力をつけていた棋士、えー、と言えると思います、えー、ここで商談歴をこう見ていきたいと思います商談歴なんですけども1929年に入門入りを果たします1934年10月1日付をもちまして余段に昇格しプロイデビューを果たします えー、そして1948年4月1日、5段に昇格、そして、えー、1954年6段に昇格、これは B 線 B 級に、えー、2組昇級ということになります。1973年11月3日、7段に昇格します。これは表彰感謝の日、えー、表彰となります。1986年5月3日で、えー、去年75歳という、えー、年齢で、えー、お亡くなりになりました。えー、これを、えー まあこれまでの活躍、そしてね、えー、素晴らしい成績を収めた、えー、角田先生に8段ということでこう追上されたということで、えー、現役当時は7段という形でこうなってたというわけなんですね。で、予、え、算、ー、と5段の間にちょっとだいぶね、あがあの間が空いてるということで、えー、この期間はおそらく商談、えー、というかですね、えー、おそらく11戦とかっていうのもこの時はなかったということで、えー、難勝化するとですね、えー まあ今現在も変わらないと思うんですけども、ええー、まあ段が上がるというのがあるんですよね。まあこの四段と五段の間がちょっとね、間が空いているということで、ね、まあたくさん黒というものもあったんじゃないかなと思われます。はい、ええー、同門の先輩に先ほど言った大野建築団段、そして増田構造第四世、松、えー、田構造実力制、えー、第四代名人、そして大山康春、えー、15世名人などがいらっしゃいます。 えー、角田流ひねり飛車、先ほど言った通りなんですけれども、この角田流ね、えー、ひねり飛車、または角田流空中戦法と呼ばれる戦法の創始者であります。えー、作家でもありました藤沢という方がいらっしゃるんですけれども、えー、藤沢武雄さんという方がいらっしゃいます。で、この方がですね、小説騎士、叙、え、々、ー、伝におきまして、角田先生を主人公としました小説、角田流空中戦法を著しております。 えー、この近代将棋の講座で、えー、加藤先生ですね、えー、加藤一二三先生ではありません加藤二郎名誉九段ということで加藤先生にもはるかに前に、えー、活躍されていました棋、えー、士でございますね棋、えー、士番号が14番ということで、えー、なんとこの そうなんですね、えー、角田先生の次の番号が、えー、この加藤先生だということで、まあ、次回にね、えー、また、えー、次回以降にこう加藤先生なんかも紹介させていただければなと思うんですけどもその加藤治郎九段がですね、えー、宇治不回避のならずは実践できないとこ書いたところですね、えー、読者に1958年 C 級1組中二戦12回戦、えー、佐藤昌平五段対角田六段の、えー、74手目の同格不成という実践例があるという指摘 席がなされまして系譜、えー、寄付が注目されたことがあります、えー、第5期大井戦で予選を勝ち抜きまして挑戦者決定リーグに進出しますリーグ戦、えー、白組では1戦1勝3敗に終わってしまいました 順位戦では B 級2組に1期在籍しておりまして第37期、1978年度、えー、小高級リーグ4組順位戦 C 級2組では0勝10敗というですね未来の高級点がつきましてリーグ陥落してしまったんで,ですけども1985年、3月まで現役を貫き通したということですね。 まあえー、の順位戦もねなかなかこう B 級に、ねえー、上がった時期もこうあったんですけどもただ、それ以降は残念ながらですね、えー、B 級というかですね、えー、残ることはできずそのまま C 級にこう下がってしまって、まあ、最終的には C 級からもこう下がってしまって、えー、リーグこう陥落してしまっていう、ね、ことはあったんですけどもただ、諦めずに、えー、1985年3月まで、まあ、なので1985年5月に亡くなったということでね、えー、こう見ていただければ分かるかとは思うんですけども、えーまあ 亡くなる直前まで、えー、まあ棋士として、えー、ま居、あ、続けたということがねいかにこう分かりうるんじゃないかなと思います。またねこうやって角田先生のね、えー、この棋士の。 角田先生によって、えー、また新たなこう将棋の世界というのがこう切り開かれたといっても過言ではないと思います。えー、今の現代のこう将棋においても角田竜ひねり飛車とかね角田竜空中戦法と呼ばれているこの技法というものはですね、えー、よく使われるんじゃないかなと思います。まああのー、将棋ウォーズというね、えー、アプリがあるんですけどもそちらでね結構見かけたりもしますからね。 まああのー、将棋は、ね、本当に数多くの、ねえー、戦法というものが、まあ、存在し得ますからね、まあ、この角田先生の,この相撲の形というものは1つにしかこう過ぎないというわけではございますけどね。 えまあ角田先生のこのね、えー、この将棋の、ね、取り方というものもこう非常に参考になるものも多いですから、えー、角田先生のこの棋士ね、えー、この棋流というものをこうね是非参考にしていただければなと思っております。 えー、まだ角田流なんですけども、角田流では同じくですね、角田流耐震穴戦法というものもありますねこれは耐震震穴戦法ということで、えー、相手が振り飛車の状態で、えー、穴熊であるとこの時に、えー、使う戦法というものが角田流耐震穴戦法というものが あるということなんですね、えー。こちらも非常にこう参考になる、まあ、形だと思います。相手が、あのー、振り飛車の状態でかつ穴熊にこう来てしまったと。じゃあどうすればいいのかって、まあ、いろんな方法があるんですけども、えー、その一つとして角田先生のこの棋風というものがこう用いられるということが多いんですね。 はい、ということでね、えー、角田先生の子をね、ぜ、え、ひ、ーまあ、知っておいていただければなと思っております、えー。鳥取県出身ということでね、えー、かつきみ先生のお弟子さんということで、えー、さらにね、えー、弟子の方向をこう見ていきますと、まあ、兄弟子とかに、えー、大野先生がいたり、まあ、後輩の。 まあ弟弟子なんですけどもそこに大山先生がいたりとかっていうね増田先生がいたりとかっていうね非常にね、えーまあ、名前も実績もある先生方がこうね、えー、周りにいらっしゃるということも実際にね、えー、分かっていただけたのではないでしょうかということでね、えー、本日は最後まで皆様ご視聴していただきましてありがとうございました、えー、将棋はね、えー、非常に、えー、役に立つというかですね、えー まあよくね、えー、言われてるかもしれませんよね、えー、将棋とか囲碁とかオセロとかっていうのは非常にこう頭を活性化させるものであると、まあ、その一手先々というものをですね、こう読み取る知識というものが将棋というものはこう必要になってくるというわけなんですよね。まあ、あのプロ棋士と、ね、アマチュアの棋士を,騎士をこう比べていくと、ね、えー、全然差がなんてね、えー、まあもうかなりこうありすぎてしまってね。えー まあまあ逆にこう分からなくなくってしままううというといいころもまあ多々あるとは思います。ただ、この将棋をね、えー、こうずっとこう指していくということはね、えー、まあ非常にこう素晴らしいことですね。この角田先生のように、えー、まあ入門されてからずっと、ね、亡くなる直前まです、まあ、おそらく人生のほとんどですね、えー、こう将棋に捧げた方でございますよね。はい、ということでね、えー、本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。